はい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 、どうも小太郎です。っていうわけなんですけどもね、今日はですね、テント泊登山のね話をしたいと思います。はい、テント泊登山でね一番ねしんどいのはね、やっぱザックの重さなんですよね。北アルプスのね重装登山なんかするとね、ザックの重みが15キロから20キロぐらいにね持っていく厳しい登山になるんですけども、どうすればね1キロ、あるいは 100g、あるいは 10g とね軽くできるか頭を悩ましますよね。そもそも登山の荷物を軽くする方法は3つあります。1つは、そもそもそのアイテムを持っていくか持っていかないかっていうことですよね。まあ例えばね、パジャマを持っていかないだけでそのパジャマ分の重さは軽減されますし、山小屋でご飯を食べるっていうことを決めればガスであったり食料っていう物は、なくなるわけなんですよね。はい、まあ、2つ目はアイテム自体を軽くするかですよね。例えばステンレスやアルミのシェラカップよりもチタンのシェラカップの方がね軽くなりますし、シュラフで言いましたらね、650フィルパワーっていうね、まあ重くてかさばるシュラフよりも900フィルパワーっていうね軽くてコンパクトねシュラフを選んだ方が、まあそもそも軽くなりますよね。この3つ目ですね。3つ目は、今日のテーマであるね、1つのねアイテムで2つの役割を持つものを選ぶことですよね。単純なことなんですけど、1つのアイテムで2つの役割のものをね持つことによって1つ分のアイテムがね減ることになりますんで、今回はねそういった機能を持つアイテム5つを紹介したいと思います。それでは荷物を劇的に軽くする2つ以上の役割を持つアイテムの紹介、いってみよう。まずは非自立式テント。テントにはですね、自立式テントと非自立式テントがありまして、自立式テントっていうのはペグや張り綱などなくてポールのねテンションだけで立つことができるっていうテントなんですよね。はい、なんでテント用のねそのポールっていうのは必ず持っていかないとダメなんですよ。で、非自立式テントっていうのはペグとかね張り綱なしでは立てることができずに、こういうトレッキングポールを使わないと立つことができないテントなんですよね。例えば、まあ、モンベルの自立式のね、代表的なテント、エテラリッジ1っていうテントがあるんですけども、これだとね、まあ、ポールも全部含めてだいたい 1.7 キロぐらいあるんですよ。で、僕の持っているねこの 0g のテントはポールのね重さがないんで、テントそのものは 730g なんですよね。まあこのトレッキングポールで立てることになるんですけども、まあこういう風に非自立式テントを使うことで、まあこっちはねトレッキングポールでも使えますし、このテント用のポールでも使えるっていうことで、まあ約1キロほど軽量化することができます。はあ、荷物を軽くするならば、非自立式テントがおすすめです。次はですね、ミレーの、ティフォン5万っていうパンツですね。はい、普通のトレッキングパンツっていうのは、まあ、撥水程度でなんか雨にはね対応できないパンツなんですよね。なんでねこの別に上から羽織る、雨具ですね、雨具のパンツを用意しなきゃいけないんですけども、ストレッチも効いてないんで、まあ本当にね雨降った時用に使うんですけども、このティフォン5万はめちゃくちゃストレッチが効いていて、行動着としてのパンツと雨具をね、2つの役割を兼ね備えてるパンツなんですよね。なんか確かね耐水圧が2万、2万あればねどんな暴風雨でも対応できる防水性になってます。透湿は5万なんですけども、透湿性っていう内側のこもった汗を外に出す機能なんですけども、このね5万もあればかなりね快適に過ごせる、パンツだと思います。はい、まあ、まあ先ほど言いましたようにこれしっかりストレッチも効いてますし、で、雨具ともして使えますんで、まあ、言いましたら、まあ、このパンツね 200g がいらないってことなんですよね。はい、なんで、まあ、このティフォンはね1つ2役をこなせますんで、荷物を軽量化するパンツになります。次にねエクスペードのねアタックザックスね。はい、まあ、これはねもう完全防水の生地を使っているんで、まあアタックザックとしてもねそのままでいけますね。はい、でね、まあ参考中はね、まあ例えば防水濡れてはいけないもんですね。はい、精密機械とか、まあ、ダウンとかの服とか、もしくはまだシュラフとかね濡れてはいけないものを入れてまして、まあ山頂アタックするときに、まあ、そういったものはテントに置いて、でまあ水とかダウンとか行動着ですね、それを入れてアタックするっていうね、防水袋とアタックザックね、これをね1つのアイテムで2つの役割を果たしている、アイテムになります。はい、言いましたら防水の袋 100g ですね、これをね節約できます。次はね、このグレイルの携帯用の浄水ボトルですね。はい、テント泊でねもう一番重くなるね、要因の1つは水ですよね。はい、このね浄水器はねウイルスやバクテリアや原虫などをね 99.999%
100% 除去できる優れた浄水器になってます。沢の水とかでしたらね、まあもう向こうの方でなんか鹿が糞とかしたりとかして、まあ結構汚れてる場合とかあるかもしれないので、まあこれを使ったらね、綺麗な水になって、体の害のない水になって、しっかり飲みます。なんでね、沢の多い場所でしたら、まあ、一気に水場で最初にね3キロぐらいの水を持っていかずに、これをちょこちょこね汲んで、飲んだりとかね、まあ貯めれる分でしたら、まあペットボトルに、まあ、2リットルぐらい貯めて、でまあ減ったらまたこれ汲んでみたいな感じで、一回ね軽量化につながるんですよね。まあこのボトルは、まあ、浄水器と、水筒ね、この2つの役割をこなす、ボトルになります。最後ですね、まあ、この OMM のね半身シュラフですね、まあ、下半身だけのシュラフです。はい、まず OMM っていうのは、まあ、オリジナルマウンテンマラソンっていうね、イギリスの、最古のトレランの大会が由来のブランドなんですけども、なんでねトレランブランドなんで、結構ね軽くて実用的なね、ギアが多いブランドです。はい、まあ、このね下半身のシュラフは重さだけで言ったら 245g っていうね、めちゃくちゃ軽いシュラフで、これのね、上半身の上ですね、はいはい、これとこれとセットになってるんですけども、これをつなげることによって一つのシュラフとして完成します。まあどうやってつなげるかっていうとですね、まあここにですね、このジャケットの裏にこういう風にボタンがついてまして、で、まあ、こっちの方もですね、まあこういう風に合わせるボタンがついてるんで、まあ、寝てもねはだけることはないです。はい、素材はですねプリマロフトゴールド 60g がね封入されてまして、雨に濡れてもね 93% 以上のね保温力を保持するというね、まあ非常に優秀なシュラフになっています。言うなれば、まあ、この下半身のシュラフを持っていくことで、上半身のジャケットが、まあ、ジャケットとしても使えるし、まあこういう風に2つ合わせシュラフとして使えるっていうね、まあ、こっちの方がまあ1つ2役のになってるんですけども、体温温度は8度ぐらいなんで、夏場のね 2000m ぐらいのね山ですかね、春とか秋のね低山キャンプにね、使えるウェアとシュラフになってますね。はい、でね、またね冬のね、キャンプとかでしたら、まあ、これとかを一番下に敷いて、でその上にね3シーズン用のシュラフを羽織ると、それで冬のね、シュラフが、この2つ合わせることで完成しますんで、まあこういう非常にね応用の効くシュラフになってますね。まあこのね1つのもので2つの役割を持つアイテムを持つことによって、普通このね夏用シュラフでしたらだいたい 700g ぐらいなんですけども、まあ、このね半身シュラフだけでしたら 245g なんですよね。なんでだいたいね、まあ、450g ぐらいは軽量化が図れます。皆さんもね1つのもので2つの役割を持つアイテム選びをして、軽量化をして参考を快適にするのもいいんじゃないでしょうか。まあそんな感じで、ほなさいなら。